はい、大石養魚場さん、紅白、実際サイズが24センチです。お願いします。はい、非常にすっきりとした紅白です。いろいろですね、ガチャガチャしたような紅白もいますが、三段、切れ込みのある三段模様ですっきりとした紅白です。大柄なんですけども、三段模様。やはり、これぐらいの方がいいんじゃないかななんてことも思います。もちろん紅は真っ赤、真っ白な白地。はい、もうほぼこちらも9割方咲いた紅白と言えますね。あとはもう一声、二声、仕上がりを待つだけだと思います。シンプルなんですけども、特に欠点のない素晴らしい三段の紅白です。はい。ここは、うん、本当にキレがあって、サシもきれいに整っております。はい、掴みます。はい、真っ赤に色上がっております。本当に真っ赤っかですね。よくして鼻の先まで真っ白です。はい、どうも。中です。楽しみな一匹です。これ以上も肌が抜けないというぐらいよく抜けてますね。はい、真っ白ですね。はい。でしょうか。ここの斜めの切り込みがかなりの見せ場になってきますね。そこがね、普通のこう三段のようなベジだと、そうなんですね、まあ、普通なように感じちゃうかもしれないですけど、そこに芸があるんで、またこの鯉の魅力がかなり増してるポイントじゃないでしょうか。はい、いかがでしょうか。大石養魚場さんの紅白、サイズが24センチです。はい、ぜひよろしくお願いいたします。